静岡朝日テレビの本社ビル。左が、ここル、右が、デビ丸。2010年5月撮影。その後2021年3月に撤去ここ丸とは、静岡県のテレビ朝日系列テレビ局、静岡朝日テレビで、かつて使用されていた、マスコットキャラクター。2005年3月6日、静岡県内のエリア視聴者向けの愛称を、朝日テレビに改めた際に制定された。 マスコットキャラクター。カプセルトイのカプセルがモチーフとなっており、サトブからガチャガチャポンと出てくるということになっている。なお、2010年4月から黒いキャラクターのデビマルが登場した。ここマルの仲間という設定。データ放送のキャンペーンや時刻隣の電気ループなどにも使用されていたが、2020年4月1日以降、テレビで使用されることはなく、またホームページウェア。 本社のココマルとデビマルのイラストも随時撤去されていき、使用終了となった。ココマルにはいくつかパーツがあるが、頭とお尻に関しては、頭とお尻の境がどこなのかわからないことになっている。また、口に関してもそこが口なのかどうかはっきりしないことになっている。足は短く、歩くスピードは、ひよこよりも遅い。したがって、急ぐときは転がる。いざというときには、 手足が伸びる。さらに下部には謎のパーツがある。表情は普段はあまり変わらないが、稀に怒ったり、泣いたり、焦ったり、力んだりする。ありがとうございます。